んにちは。英語が大嫌いな英語講師、マウスバードです。こんにちは、アシスタントの小春です。今回はリーディングの戦略でしたっけ？今回もとっととタイトルを表示しよう。今回はこれじゃ。どうやって英語が得意になったのか。旧英語が苦手な人向け、リーディングの戦略ですね。今回の話はリーディングの戦略を説明するもの。いつ頃何をやり、何を植えておくか、という話じゃ。今回は戦術ではなく戦略だから、学習のタイミング的な話ですよね。そう、この時期までにこれを終わらせて、次の時期でそれを踏まえてこれをやる、みたいな話じゃ。先生は以前に戦略は戦術より大事って言ってましたね。詳しくは第32回英語が苦手な人向け基本戦略の回の前振りを見てほしい。戦略的失敗は戦術では補えないでしたよね。そう、よく覚えていたな、小春。戦略が適切ならば戦いに勝てる。もし戦略的に失敗していれば、どんなにいい戦術をもってしても、いわゆる間に合わないという状況になる。間に合わなくて失敗するというパターンになるわけか。そう、この時期までにはここまでやり遂げる必要がある。この時期までにはこれを終わらせる、みたいな内容を今回は漫画に詰め込んだ。ふもふも、そうなんですね。了解しました。では早速漫画に進んでほしい。はい、では今回の漫画に進みましょう。いきますよ、それでは。レッツスタート。今回はリーディングのみの戦略を説明する。戦略は時期が完了。丸1、春休み。丸2、1学期。丸3、夏休み。丸4、2学期。丸5、冬季直前。各時期に何をし、何をやり終えているかが戦略である。丸1、春休み。できるだけ多くリーディングの予習をする。自分なりの戦略例を作成。テキストをもらった直後にコピーをし、ノートに貼り付け、戦略を作る。1学期が始まる前に数回分の予習ダメをしておく。スタートダッシュを決める。丸2、1学期、2つある。その1、リーディングのために文法学習に重点を置く。文法命。リーディングの戦略に文法と考える人がいるかもしれないが、かつてのわしのように英語が苦手であればあるほど、文法はリーディング力の獲得に戦略上絶対的な必要要素であると考えている。なぜなら、例えばこういう難解な英文でさえも、文法がわかると文構造が解読できて、自力で意味を正しく作成できるからである。それにリーディングの授業では先生は文法を踏まえた解説をしてくださるのだ。この時文法が分かっていれば、なるほど、と正しく理解できる。リーディング力アップにがっつりつながるのである。しかし、もしも文法知識がいい加減で正確に分かっていないと、よく分からない部分もあるが、多分こういう説明だろう、といった感じで先生の解説が自己流判断になる。これだとどうかすると間違った認識になりかねない。これでは伸びない。なお丸2、1学期はその2、条文を30個程度読解する。予備校のコースに通えばカリキュラム通りにやるだけ。自動的にその量に達する。必ず予習をしてから授業を受ける。丸3、夏休み。夏期講習で10個程度の条文を読解するが、やるべきは1学期の条文の音読復習。これを夏休みにまとめてやる。音読復習のやり方と効能は前回説明した。音読復習でリーディング力をジャンプアップさせる。2学期以降に備える。丸4、2学期、条文を60個程度読解する。これも予備校のカリキュラム通りやれば自動的にその量に達する。この時期は実力養成期間。とにかくひたすらたくさん読む。なお、10月後半から11月にかけて予備校の教材はじゃあかなり長く、その上難しい条文読解が課題となる。しかし12月になると少し優しくなる。ほ、生徒に自信をつけさせるための配慮かもしれない。丸5、冬季直前。20個ぐらい新しい英文も読むが、基本は2学期でやった長文の音読復習である。この時期は復習命。これにより読解力と速読力が飛躍的に増大する。以上がわしのような偏差値30からのリーディングの戦略である。この戦略にのっとった学習で、わしは偏差値が最終的に 67.5 にまで至った。この内容が皆様のリーディングの学習戦略の一助になれば幸いである。以上だ。小春、どう思った？マウス先生、この戦略ってとても良さげに見えますが、いつこの戦略を立てたのですか？浪人1年目の4月の頭に立てた。浪人生活のスタート時からがっつり
決めていたのですね。それにしても、どういう風にこの戦略を作ったのでしょうか？誰かに教わったのかしら？実は元にしたネタがあるのじゃよ。この戦略の下地になったのは以前に紹介した井川先生の著書、壮大 100% 合格作戦の内容なんじゃよ。一浪して偏差値40から早稲田に入った英語講師さんの合格体験記ね。そう、わしは当時この本に多大な影響を受けた。そういや以前この本のやり方に乗っ取ろうって言ってましたもんね。それに乗っ取ろうとしたわけか。そういうこと、基本的に井川先生の著書に書いてあったことはあまり書いていない。わしの実情に合わせて多少はアレンジしたが、基本は同じ。ふも、成功者の戦略をパクったわけか。その通り。あら、素直に認めるんですね。私、先生にパクったなんて言ったから、先生に怒られると思ったのに。いやいや、実際パクリだ、否定しない。不正を働いたのなら問題があるが、成功者のやり方を真似ただけ。それのどこが悪い？それにそれで絶対に成功するとは限らないだろうに。ふも、そりゃそうですね。以前にも話したが、井川先生はわしと共通点が多かった。だから、同じやり方がわしには合うだろう。わしの場合は成功率が高いだろう、と当時思っていた。ふも、だから真似たわけか。そういうこと。実際真似てみてどうでしたか？ピタリと当てはまった。お、よかったですね。もしこの戦略通り一浪目で完璧に進められてたらわしは1年で高結果が出ただろう。ああ、先生は二浪ですもんね。そう、以前にも言ったが、1年目はこの戦略通り進ませているつもりで実際は途中から戦略通り進まなくなったんだ。そういやそう言ってましたね。9月にミスが生じたって言ってましたね。そう、8月まではおおむね戦略通り進んでいた。しかしとんでもないミスが9月になって判明。事前に作った戦略は正しかったと思っているが、9月に発覚した予期せぬミスによりこの戦略通りに進めなくなった。だからわしは一浪目は大失敗したんじゃ。もしかして戦略的失敗は戦術では補えないというやつですか？ちょっと違うかな。戦略自体は正しかったんじゃよ。戦略通りに進めていたつもりだったのに、実際は進んでいなかったことが9月に分かったんじゃよ。ふもも、9月に何があったんでしょうか？ごめんよ、今は事情があって明かせない。もうちょっと待っててほしい。これについてはそのうち正確に説明する。ふもも、ちょっと不満ですが、わかりました。一浪目の失敗はまさにこの戦略通りに進めなかったのが原因だったと思っている。進められてたら守備よく合格できた可能性はあったと思う。二浪目では一浪目の失敗を糧に1年目の戦略を再構築した。そして今度は再構築した戦略通りに学習できた。だから2年目では合格できたと思っている。なるほど、1年目は戦略通り進まなかったから失敗し、2年目は戦略通り進んだから合格したってわけかしら？わしはそう思っている。二浪目は戦略通り進めたので、二浪目では大成功を収めたのじゃ。ふも、いかに戦略が大事かって話になりますね。そういうことじゃ。今回は以上じゃな。お疲れ様でした。次回はどんな話ですか？次回は文法学習の戦術をお届けする。ふも、そういや今回、1学期は文法に重点を送って言ってましたね。そう、わしは英文法のおかげでやっと英語ができるようになったと言えるからな。井川先生も英語が苦手ならば文法を取り季節していた。だから、特に英語が苦手な人にこと細かに文法の学習法を説明したい。まずは次回で文法学習の戦術を説明する。ふも、次回は戦術と戦略の戦術ですね。そう、文法学習の戦略もいずれは説明する。でもまずは次回で文法学習の戦術から説明しようと思う。ふも、わかりました。では今回はこれで終えよう。はい。それでは今回も皆様、ご視聴ありがとうございました。また見てねー。